こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も参考者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、和気は生を致すです。和気は穏やかな気分、また和合した陰陽の気を言います。ここでは後者です。陰陽が相和らげば、その気が固まって随象を表すとされます。官女に和気生をいたし、会気は意をいたすとあります。それでは今から和気は生をいたすを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。